さあ、お願いします。時刻は15時となりました。世界的ニュースを応援するプレシャスタイムのお時間です。私、宮田恵子がお送りいたします。この番組は、接客ビジネスに関する情報をお伝えしたり、ビジネスの世界で活躍する方々をお招きとなっております。東京よりズームでお送りしております。皆様、最後までお付き合いください。本日も引き続きですね。はい、株式会社プレシャス接客ビジネスコンサルタントの伊藤美希子さん、美希でお呼びしてます。よろしくどうも、こんおに願ちいは。し今ま回もよろしくお願いしす。お願います。します。はい、後ほどまたしっかりお話を伺いたいと思います。そしてお相手は、FM 技能佐藤真奈です。本日もよろしくお願いします。お願いします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また、 FM ギノアンで YouTube ライブとツイキャスにて映像と音声も配信しておりますので、ぜひぜひご覧ください。それでは一旦 CM に入ります。よっしゃ、 CM 明けいきます。はい、どうぞ。お送りしております。この番組は接客ビジネスを応援するプレシャスタイムです。お相手はマナティちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくでお願いは、引き続き、伊藤美希子さんにお話を今日またお付き合いいただこうと思ってるんですけれども。します。はい。ありがとうございます。もう2月の後半ということで、前回、ね、少し2月の後半になると、春先のイベントごととか、そうですね、送迎とか、歓送迎とか、いろいろな、アイテムというか、いろんな業界で、いろいろ経営が動いていくっていう季節になりましたので、前回はその事柄だったり、アプローチ、会話のこう流れ、こういうことがありますよ、潜在ニーズを引き出すような、会話のお話をさせていただいたんですけれども、お迎えするのがお客様だけではなくって、今度新人さん、そうですよね。中にもお迎えしなければいけない。お迎えしなけおれば。迎えしなければ、大切に。大切な卵ちゃんたちが入ってるんですけども、新人さんをお迎えして、やっぱりね、一人前に早くなっていただくためにトレーニングをしたり、接客してもらったりとかっていうことをいろいろやるんですけど、どうでした？ミキティちゃん、自分で思い出す？遠い昔。本当に遠い昔すぎて、正確なことは覚えてないですけど、ただ、とんでもないこといっぱいしてたような気がします。すぐ思い出してみたら、とんでもない。一つ覚えてるのが、もうまだ初めの頃で、ちょうど肩パッドがすごく流行ってる時で、で、なんか肩パッドからナチュラルにもなってきたかなっていう時だった。で、私の担当してたブランドが、割とこう、大きな肩パッドの方が多かったんですけど、で、シンプルなワンピース着て、これは何が特徴なのって言われて。で、こちらの方ですか？やっぱり肩パッドがね、私どものブランドはって、たっと触ったら、どこに肩パッド入ってるのって言われて。え？触ったら、それだけ肩パッドの入ってないワンピースだったんですよ。お客さん、確かにここ、がっちりしてはって。ちょっとイラッとした顔されて、あーと思いながら、すいませんとか言って、そのままやり過ごしたんですけど、とんでもない失敗とかいっぱいしてたような気がしますね。忘れられない失敗談。失敗だ。あるね、本当。でも、ね。やりがちですけど、結局、それ繰り返さないとなかなかね、できなら失敗はない方がいいですけど、そこから学んでいくことってもいっぱいありますからね。新人の頃のことって覚えてない、覚えてるでしょ？なんか、結構ね。初めてこう、出社した日のこととか覚えてませんか？覚えてます。本当に、なんていうの、ドキドキしながら、緊張しながら、それでも足がすごく疲れた記憶があります。そうです。もう痛くてっていうような。1結構週覚え間てますよね。印象的ですよね、すごく。私、先輩が、お店の先輩が非常に怖い先輩で、おお。
頑張ってねって私先輩から言われたんですよ。あの店って。あのまだ春先なのでコート春コートこう脱いでここにこうかけて荷物を全部ってたまたまその日持ってたんですよ。あれで傘も持ったまま挨拶しちゃいけないって言われたのに私傘を床に置くのが濡れるから嫌だったんで持ったまま挨拶したらしくて厳しい。そう、それがなんかもう本当に遠い昔なのに覚えてます。まだ結構覚えてますよね、そういう最初のことってね。わかります。食事誰と行くんだろうとかね、くだらない心配を、一人でトイレ行って帰ってくれるかしらとかね、なんかいろんなことがね、そうなかなかトイレも言い出しにくかったような、そうそうそう、食事もなんかこうドキドキしながら食事したような記憶があるんですね。なんか、うん、ない、アナティちゃん最初の、そうですね、やっぱりなんか慣れないことだらけで、うん、なんか社会人出たてっていうのもあるし、その会社に行くのも初めてっていうこともあるし、うん、なんかダブルで緊張してなんか全然寝れなかったなっていう、初日、そうそうそう、寝つけなかった思い出もあって、うん、そうですよね、そう、もう全然慣れるのに時間かかる社会人生活だったなと思って、よね、なんか、ある人は、私にお客さん来なきゃいいのにと思ったとかね、ああ、逆業だと、私に来ないでって思ったりとか、ドキドキしますもんね、そうそうそう、ね。あることならいいけど、分かんないこと聞かれたらどうしようとかね、うんうん、そういうこう新人の記憶ってすごくあって、まあ、私たちはその新人さんを迎える側になってしまったんですけども、やっぱり新人さんの立場から見ると今ってなかなか続かないって言われてるじゃない、うんうんうん、確かに、お客様、対お客様というよりは中の人とのコミュニケーション、先輩方とのコミュニケーションがやっぱりすごく、うん、とか昔のそのスパルタな感じだとやっぱりなかなか続かないんだろうなっていうのは今振り返ってみても私たちも辛いことがいっぱいあったので、だからなんかそのつもりでやっちゃうとなんかやっぱりジェネレーションギャップもありますけれども、うん、あの教育の仕方も違うのでそこもちょっと大変かなっていうのは一つ感じたりもします。うんうん、確かにそうですよね。あの学生さんと、まあ、今だにこう学校で教えてるので、うん、はい、ちょうどこれから社会人になろうとする子たちなんですけども、うん、やっぱりそのこんなで比べたらねあれでおかしいですけど時代も変わってますし、やっぱり私たちが卒業して新入社員で入る頃の感覚とは少し違うなっていう、うん、自分の通したい意見はあの絶対通しますし自分の言ったことは正しいっていうことで突き進みますし、だから、まあまあ、受け入れる側もそれなりの覚悟でいろいろ受け入れないといけないんだなっていうのは感じますよね。うん、で逆にこう親しみを持って話をしてきてくれる子が昔と違って多い、そうそうそう、周りにすごく慣れ慣れしかったりそうですとちょっと親しみを超えてますからね今のね、そう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 、そういうのはあのびっくりせずに受け入れる側も受け止めないと、うん、そうですねっていうのはあの学生を教えている側としては非常に昔と違うなっていうのは一番そこを感じる、そうですね、うん、ただまあ接客において今、はい、その接客昔より今の方が正直厳しいじゃないですか。そうですね、はい、私あんまり厳しくなかったというか売れていたから、そうですね、お客様買う気で来られてましたもんね、うん、バイト時代は、はい、で今だとやっぱりその物が売れない時代になったからこそあのやっぱりお辞儀の角度であるとか所作とかもすごく厳しく言われるようになったんですけれども、うん、やっぱり教育をきちんとやっておかないといけないということもあって、で私たちの昔の頃よりは今の方があのちゃんとこう接客マナーとかっていうのはやっているとは思うんですが、どうですかミキティちゃん、今の新人さんに求めること。そうですね、うん、さっきもちょっとあの、ま、本来だとやっぱきちっと最低限のマナーとか、ま、言葉ですね、私たちは言葉を操る仕事なのでやっぱり言葉遣い
操りすることなので、まあ、言葉遣いとかも大事ですし、その言葉をたくさん知ることも大事ですけれども、さっきもちょっと話しましたけど、いっぱい失敗してるわけですよ。そう。そう。いっぱい失敗するんで。でも、その失敗は、同じこと二度としないですし、あ、商品はちゃんと覚えなきゃって、その時は思いましたから、うん、お客様怒らせたら大変だと思って、思いますし、一つの失敗結構大事なんですけど、そこを、まあ、今度受け入れる方は、どこまで我慢して許容してっていう風なところが、ちょっとね、試されるかなっていうのはあるんですけどね、両方の立場から言うと。はい、まあ、自分が一番その失敗した時に分かってはいるけれども、うん、もう二度としないと思ってくれる人だったらいいんだけど、あ、なるほどね、同じことがやっぱり繰り返しちゃって、同じことを先輩に聞くとかね、うん、ここはやっぱりこう自分で考えてやんなきゃいけないかなというふうには、うん、あの思いますが、あのでもね、まあ、接客マナーをすごく言葉遣いとかを重視しすぎちゃって、逆にあの、うん、今のこう傾向としてね、ちゃんとしないとお店に出せないって思いすぎかなって私は思っちゃってるんですよ。ああ、うん、だから、うん、あの最初は 裏方仕事させないとか、はい、商品出しとか、まあ、例えば配達とか、うん、裏方 そのストック場の仕事とか、うんうん、ばっかりやらせてて、なかなかその表に出してくれない、うん、いうことがあると、うん、はい、あの何が起こるかっていうとですね、接客怖くなっちゃうっていう人もいるんですよ、うんうん、だからあの怖いもの知らずで最初から出してあげるっていうのも一つかなっていうふうには、うん、あの、やっぱりフランクにお客様と話せるっていう関係性を持つっていうことも、もちろん裏方も大事なんだけど、半分はやっぱりやらせてみる、はい、っていうことをやっていかないと、なかなかずっと裏にいると、私裏がいいですっていう人も多くなっちゃって、うん、そうですね、あるんですけどね。一番大事なのはやっぱり接客して、お客様と対峙してっていうのがメインのお仕事で、あとそれをスムーズに活かすための裏方なので、そう、ね、なのでやっぱ経験していくことって、一番メインのお仕事を経験させて一番大事かもしれないですよね。そうなんですよね。だからあるアパレルさんで私あの教育してた時に、なかなかその裏の仕事もいっぱいあるわけですよ、入荷して入れていくので、はい、そうすると裏に慣れちゃうと、接客する表に出る時によいしょっていう心構えが必要になっちゃって、うん、私ずっと裏でいいですっていう人もいたりして、そうなの。だから接客私そんなに好きじゃないって平気で言っちゃう。でもメインですよね、一応仕事的には。そうなの、そうなんですよ、うん、メインの仕事を、いやちょっと私はとかって、それって言っていいのと怖いんでしょうね。例えば絶対そのスタートでうまくトントン拍子に先輩と同じようにお客様と話せるわけでもないし、絶対売れるっていう自信もないし、うんうん、だって嫌なんです、嫌いなんですって言っとくと、まあ、言えば自分の逃げみたいなものをどっかで作ってるのかもしれないですね。だからそれを、まあ、言わせてしまう環境が、うん、と 思ってしまったりとか、うん、そうですよね、うん、だから楽しいんだよっていうのを最初に分かってほしいなっていうふうには思うんですよね、うん、そうですよね。あの絶対楽しいじゃないですか、お客様が自分のことを信頼してくれて、初めてお客様がこう信頼してくれて、うん、あなたの言うことだったらって言って買ってくれた時の喜びって、はい、いつも言ってるんですけど、もう本当に自分の思ったようなすごく、このお客様と心を通じた接客できた時に、それだけでその半券だけでご飯3杯食べれるって言いますもんね。言ってました。白飯3杯はいけるなって言って、白飯3杯はいける、この売り上げでっていうの、うんうんうん、だからそういう喜びって絶対ね大事だと思いますよね。でもね、一回でも感じていただくと、うん、接客楽しいからって そのご飯3杯食べれるようになるためにどうしたらいいのかっていうことを考えてやると思うんですけど、うん、なかなかやっぱそんな相手も人なので、うん、そういうふうには答えてくださらないじゃないですか。だから、うん、するためにどうしたらいいのかっていうのをちゃんとやっぱり教えてあげないといけない。はい、確かにそう。でも、はい、じゃあ表に立ってって言って、さっき言ったけどね、あの私にお客さん来なきゃいいなと思っ
ずっと持ってる人が店頭に立ってるとやっぱ売り上げ上がらないですし、そうですよね、うん、なかなかそこの喜びまでいつかない、うん、はい、ね、そこからなんかコンビニとかの店員さんは研修中みたいな感じでバッジつけてるじゃないですか。やっぱり、うん、アパレルとかその化粧品メーカーとかもあるんですか、はい、そういうのも一応あります、あります。ああ、そうなんですね。私たちの時代はありました、研修中っていうバッジが、1ヶ月か2ヶ月ぐらいはつけてたような気がします。ああ、そうなんですね。なんかなかなかあんまり気にしたことない。なんか店員、そのレジに立つ店員さんとかだとよく目につくので、はい、あ、遅くてもしょうがないなとか思うんですけど、あんまりこのお店に行って、はい、そのアパレルさんとかそういう研修中って見たことないから、あんまりなんかそうですね、アパレルはないですね。あ、ないんですね。アパレルはボーン掘り出されて、それこそ獅子が子供をね谷底に落とすかのようにビヨーンと掘り出されて弟子が入っていくっていう。あ、そうなんですか、やっぱり、うん、そう、で今はどうなってるのかちょっとわからないですけど、私たちの時は誰一人、うん、初めましての子でも研修中って書いてなかった。あ、うん、あまり見ませんでしょ、アパレルで。ちょっと見たことないか、ね、そういえばあったのかな、その新人さんってわかるのって思って、そうそうそう、あんまり気にしたことなかったので、掘り出されるんですよ、海原、大海原へ。そうそうそう、ね、そうに行ったと思っちゃう。でもそういう失敗、それこそ何べんも言いますけど、失敗繰り返しながら覚えていく、うん、で、まあ、先輩とか店長にアドバイスもらってっていう形でね、うん、やってきてましたね。ましたね。私たちも本当に、うん、こんな先日その売り上げの作り方の時だと思うんですけど、はい、1日の半分接客させてもらって、1日の半分は裏方で勉強会やってたんですよ。デビューしているのに、またまだ研修が、店頭での研修があって、そうそう、だから接客しながら、わからないこととかをこうもっと突き詰めて、うん、すごいしっかりしてらっしゃる、うん、アメリカですけどね、ブランド、ね、しっかりした、ね、なんて言うんでしょう、システムでね、やってらっしゃるんですね。そのシステム、そのトレーニングのシステムがすごい、どっからでもかかってこいっていうぐらいの感じに、すごいな。まで表にそんなには出してもらえない、うん、もう最初は後ろから先輩の言ってることをずっと聞きながらメモしたりとか、ゴミをこうコットンとかリスとかこうゴミが出るじゃないですか、あれをずっと回ったり掃除したり、はい、ずっと盗み聞きして、ああすごい、こんな感じでなかなか接客してもらえなかったですね。あー、すごいな、いろんなパターンがありますね、放り出される側と、うん、放り出される側と研修で積んで出ていく側と、放り出されて、こそこそ育ちましたもん。だからなかなかどっちも大事だし、うん、全てが大事だと思うんですね。放り出されて自分が怪我しながら覚えていくのも大事ですし、ちょっとだらけじゃん。だけどきちっとしたシステムの中で、きちっとした教育の中でやっぱり育っていくっていうのも大事だしっていうのがね、うん、ありますよね。確かに、いろいろありましたね。でもなんか、ね、何が言いたいかっていうとね、やっぱ接客を怖がらないでほしい、はい、うん、新人さんにね。だから、うん、そのやっぱりこうしないとクレーム来るからとかって脅されちゃうと、やっぱりなかなかもうお客様が怖くなっちゃう。それこそ本当に私のお客さん来なきゃいいなっていうような、新人時代を過ごすっていうことになってしまうので、うんうんね、それは避けたいなっていうふうに、やっぱりね、ちょっとトラウマとかね、うん、引きずるじゃないですか、いろんなこと、うんうんうん、確かにクレームとか叱られちゃったりすると、こうちょっと半月ぐらい引きずる人とかも、うん、ちょっとね、メンタルがそんなに強くないお嬢ちゃんだったら、結構それでもこううって萎縮しちゃってっていう、その後自分のいわゆる力量、本来の力を発揮できなくなってしまいますしね、うんうんうん、なんかそういう人に限ってすごく接客上手だったりとか、ね、人が好きだったりとかっていうのはあるんですけど、気にしない人って正直
確かに。ない人に興味がなくて、相手に対する配慮もないわけですから、お客ああ。は様としても付き合うのはそい。こまでですよね。だけど、そう。本当に繊細な子ほどお客様に対する配慮があるので、お客様から信頼してもらえる、言える方が大きいですよね。ああ、そうなんで確かす。に。だからなんかね、そこがね、よしあしっていうかね、そうですね。左右する。足して2で割りたいぐらいですね。本当にその通り。その通りです。そうなんですよ。だからすごい気にすること子は、うん。誰にも配慮ができたりとかするんですけど、そうですね。たまたまそういう、こう、ちょっとうるさいお客さんに当たっちゃうと、やっぱそこがこう引きずるっていうことが、なるべくなければいいなっていう。もう周りがね、ちょっと大事に育てたいと思ったら、そこはね、きちっと周りの方もね、されるでしょうし、ねをね、して、やっぱりその、できるだけ長く続けていただきたい。そう今でのすね。こう、もう嫌なことがあったらやめるとかじゃなくて、確長かくに。続けて、そのブランドが好きになって、本当に、そこの、本当に、重鎮になる。中心に。になる。そう。無視にね。そういう期待を持ってね、育てていけたらいいなというふうには。本当そうですよね。せっかくご縁ですもんね、ご縁で一緒に働くようになったわけですからね。ですよ。だから私もこういろいろ今までブランドいろいろ行きましたけど、全部に感謝してますね。今私その接客の仕事をさせていただいて、今その化粧品に関わるって言ったら、市販業の方の娘の仕事があるけれども、本当に国産ブランド、それからアメリカのブランド、それからフランスのブランド、それから日本の通販、電話通販とか、全部網羅しているのおお、で、すごい。コンプリートですね。ね、すごい。一つとして、行かなきゃよかったっていうのが一個もない。全部今に役立ってるの仕事になっちゃってるなと思いますすべから。ての経験がね、やっぱり役に立ちますよね、振り返るとね、どんなことでも。でもそうだと思いますけど。すごい。なかなか接客の大切さっていうのは、なんかね、通販とか、まあ、インターネットでショッピングするとか増えてる中で、なんか改めて大切だなって思いますね。なんかそこに働いてる人たちを、なんか今まであんまり考えてなかったけど、しっかりちょっと知識入れて、どうにかお客様のちょっと手助けになればいいなと思って話しかけてくれるんだって思ったら、なんか話しかける側もちょっとなんか相談しやすいというか、そうなんですちょっと相よ。談してみようかなとか、その軽い気持ちで結構話しても大丈夫なのかなって、結構ハードルが下がるので、そうですよね。買わなきゃいけないっていうちょっとプレッシャーがあるとなかなか話しづらいんですけど、ちょっと相談してみようかなとかっていうのでもいいのかなって思いますね。なんか、買わせようと思って話しかけてるわけではないんですでよすね、きっと。そうそう、この番組をやって、なんか思いました。なんか話しかけられるとちょっとはってなっちゃってたのが、ちょっと話してみようかなとか、ちょっと聞いてみようかなっていうので、会話が弾んだりとか。お客様がそう思ってくださると、すごくねえ、こう、なんかちょっと皆さんにそれを伝え伝えたいたいね。なって、そうそう、伝えたいなみたいな。本当に、販売員さんは、こう、いろいろお客様の手助けになって、喜んでもらいたいと思って話しかけるわけなので、そうですやよらね。ください。ね、本当に本当ね、に。そう思いますね。はい。ということで、お時間もそろそろ迫ってまいりました。ぜひ3月、はい。新入社員の方が入ってくる時期ですので、はい。ぜひ楽しんで接客していただきたいなと思います。またじゃあ来週、ですね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございましありがた。とうございました。